デルタ軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は37,069人であり、2000年の38,520人から3.8%減少した。軍庁所在地はエスカナー橋であり、同軍で人口最大の都市でもある。エスカナー橋の南西にデルタ軍空港がある。 デルタ軍は1843年に設立され、1861年に組織化された。軍名は当初の軍域の形が三角形をしていたため、ギリシャ文字のデルタから取られた。当初の軍域には、現在のメノミニー軍、ディキンソン軍、アイアン軍、マーケット軍の一部が含まれていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は1991.58平方マイルであり、このうち陸地線170.03平方マイル、水域は821.56平方マイルで、水域率は41.25%である。エスカナー橋にある軍庁舎以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は軍監獄の運営、地方道の維持、 地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、 ここの都市と軍区の責任である。デルタ軍は下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。